皆さんこんばんは。現在女性ホルモン剤を投与できてなくて体に異変を感じ始めてる元男の子の青木かなんです。なぜ私が女性ホルモン剤を今投与できてないかというと、現在おにゃららウイルスが世間に蔓延してて、でなるべく外出をしないようにということで、まあ女性ホルモン剤はやっぱり私たちみたいな男から女に変わった人たちはそれを投与することによって、まあ、女っぽさとかいろいろな部分を維持しなきゃいけないんですよね。だから不要不急かって言われたらかなり必要だと思うんですけども、私が今行っているそのクリニックが街にあるようなクリニックなんですよ。なので結構お年を召した方とかも多くて、まあそのね、今この時期だからなるべく若い私のような人たちはウイルスにかかったとしても重症化が高齢の方と比べたらしにくいって部分もあるから、気づかずに高齢の方に移してしまうっていうのは私はすごい嫌なんですね。なので極力出ないようにしてます。だからもうしばらくはちょっと我慢しなきゃいけないのかなっていうことで投与ができてないんですよ。で今まで私その何回か手術をしてきたこともあって、手術する前って一定期間女性ホルモン剤を投与止めなきゃいけないんですよね。なので、まあ、過去にもそういうことがあるから、まあ、とりあえず行けるとこまで我慢しようっていう感じなんですけども、かなり今しんどいです。でそのしんどさの最中に私今まで動画を撮ったことないんで、改めて多分リアルな部分をお伝えできるかなと思って今動画を撮ってます。でね、もしかしたら、じゃあお年寄りがいない違う病院に行けばいいじゃん。そんな簡単に病院って変えられないんですよ。説明しよう。今まで青木かのんは約200本の注射を打ってきた人間です。でその経験からして、女性ホルモン剤は女性ホルモン剤なんだけども、打つ病院によっては全然効き目が違ってたりするんですよね。そのために私はすごいなんか、何なのかなみたいな思って、毎回病院で注射のその成分って同じですよねみたいな、女性ホルモンのなんちゃらですよね、あそうですよって毎回言われるの、なんでそんなに病院によって違うのかなって今まで何回も感じてきたんですね。でその度に私はめちゃめちゃ苦しんだわけです。なので今回の動画で私が皆さんに女性ホルモン剤をしばらくやんないと体に起きてしまう異変4つ、あとは女性ホルモン剤を打つ病院を変えて異変が起きたこと4つ、計8つをお話ししていきます。一応念のため言っておきますけども、あくまで私の体験なんですからね。病院の先生のように何々の成分が一つになってなんちゃらなんちゃらみたいな、なんかそういうことではないんで、あくまで感想を聞かされてるっていう程度で聞いちゃってください。じゃあ先にホルモン不足で起きてる異変をお話ししましょう。もうちょうど今ですよね。本当めちゃめちゃしんどいんですよ。で同時にさ、外になんか出たらどうしようみたいなストレスでさ、うわーみたいな感じに なってるんですけども、まあ、動画撮ってるとかなり気分上がるっていうか、なんかアドレナリン出るから今全然元気でいられるんですけども、結構しんどいですね。じゃあちょっと引きますね。まず1つ目、目がドライアイになる。これなんでかなと思ったんですよ。まあ、これも私の勝手な憶測ですよ。もう病院の先生とか何も言われないから、副作用とかなんちゃらかんちゃらとか、もうネットに書いてるのも本当人それぞれだから私の憶測ですけども、多分女性ホルモン剤が不足すると体に水分を溜め込むっていうことをあんまり体がしなくなるんですよね。女性ってやっぱり男性と比べて丸みを帯びるじゃないですか。で体もなんだろう、水分がなんか多いみたいな、なんかそういうこと聞いたことあるんで、体から水分がなくなることによって目が乾きがちになっちゃうのかなっていう。だから女性ホルモン剤をしばらくしない期間がなくなるにつれてどんどん目が赤くなって痛くなっていくんですよね。だからたまにかのちゃん目充血しない時は多分そういう時です。今もですね。だからもう常に目薬必要。そして2つ目、不意に汗が滝のように出てくるです。これは更年期障害の一種なんじゃないのかなって思ってて、まあ、実際にそれは病院の先生からも聞いてたんですけども、女性ホルモン剤が体からどんどんなくなっていくと、要は車で言うと車のガソリンがなくなるみたいな感じで、そりゃ体が不調をきたすよねってなるんですよ。で私今も薄い
汗が出てるっていうか、普段全然汗かかないんですよ。むしろ女性ホルモン剤打ったばっかの時って夏でも外で普通に走っても汗があんまり出ないんですよね。3つ目、胸がしぼんでくるです。これね、勘違いされがちなのがサイズがちっちゃくなるとかではなくて、張りがなくなるわけですよ。もう皮は伸びきっちゃってるんで、でだからしぼんで風船のような感じですよね。例えるならおばあちゃんのおっぱいみたいな感じするだろ。いやいや、私ちっちゃい時におばあちゃんとよくお風呂入ったんですけども、もうおっぱいに釘付けでしたからね。いやおっぱいはいいですよ。それが一番目に見えて分かりやすい異変ですかね。逆にホルモンやったばっかの時ってすっごい張りが出るんですよ。もうむしろ逆に痛い、うつ伏せになると痛い、みたいな。やばかった。で私男子高校生の時に、まあ、女性ホルモン始めたんですけども、体育のそのバレーボールの授業でこんなチンパンジー少年が一応その A カップ B カップぐらいになってて、で体育の授業の時バレーボールがたまたま胸当たったんですよ。もうほんと痛かったですからね。4つ目、これが一番私はきつい今もなんですけども、頭がめちゃめちゃ痛い。なんかこの辺がずっとなんかビクンビクンみたい、毎回そのホルモンの期間が空くとなんかビクンビクン、なんか鼓動打ってんじゃないかっていう感じでなんか怖くなってくるんですけども、この辺がうーみたいな。だから寝る時にもなんかもうほんと横になんないとしんどい。で私の場合期間がもうほんと1ヶ月とかもうそんぐらい空くとビクンビクンって なってきますね。やばい、頭痛いし汗出るししぼむし目乾くしでうわーみたいな。いや早く女性ホルモン打ちたいよ。そして今度は逆です。女性ホルモン剤を打つ病院を変えて起きる異変4つです。ほんとそこは謎なんですよね。ずっともう永遠の謎、同じ女性ホルモンでしょみたいな。毎回確認してんのに全然違うんですよ病院によって。まず1つ目、さっきのその頭が痛いとまた別なんですよ。今度はめまいなんですよね。不足によるその頭の痛さはここがビクンビクンじゃないですか。もうめまいはねほんとこんな感じ、やばいやばいみたいな。ちょっとねあれに近い自律神経失調症みたいな感じの、耳がこもるってそのフラフラしちゃうみたいな、あ、貧血っぽい、そうそう貧血っぽい感じに近いです。それが病院によって起こる。だから私は病院変えたくないんですよ。もうほんと嫌だなって感じなんで、そのせいで2日ぐらい潰れるんですよ。だから変えたくない。2個目、声が出なくなる。それはどういうことかっていうと、喉なんかこう腫れるような感じなんですよね。だからなるべくその声出すような仕事とかする2日以上前にやっておきます。ホルモンは喉が腫れてちょっとその声が出しにくいっていうか、つっかえるとは違うんですよ、枯れるとも違う。喉が普段こんぐらい開いてるのが開きにくくなるって言えばいいのかな。です。次、眠気がとてつもなく襲ってくるです。普段だったら朝だいたい7時とか6時半とかに起きるんですけども、女性ホルモン剤ると永遠と眠ってしまいそうなんですよね。お昼時に起きたりとか、でもその瞬間にはっ一日無駄にしたみたいな、なんかそういう罪悪感に苛まれるっていうか、特にその病院を変えた時の女性ホルモン剤はもう後悔みたいな、なんかそんな感じです。体のリズム、生活リズム崩される。そして4つ目です。乳首が黒くなります。それは前の動画でも言ったと思うんですけども、常に日々新しい視聴者さんこれ登録してくださってるんで、昔答えた質問でも日々アップデートして答えていかないとなって思ってて、まあ今までの登録者さんは前向きいてみたいな感じなんですけども、よかったら聞いてください。私は今まで女性ホルモン剤をした時になんで乳首黒くなんだろうなみたいな感じで思ってたんですよ。 A の病院だったら黒くならない、 B の病院だったら黒くなる。あ、ちなみに女性ホルモン剤って2種類なんですよ。卵胞と黄体っていうのがあって、で卵胞だったら乳首黒くならないよねみたいな感じで私は聞いてるから卵胞だけしか打たないようにしてたんですよね。なのに B の病院行った時にちゃんと卵胞か確認して、おし卵胞だ、乳首黒くならないって思って、したら次の日黒くなるんですよね。なんだそれ、悲しいですよ乳首黒くなるの。自慢ではないんですけども、私結構色素薄いタイプなんで黒とは無縁だったんですよ。なのに女性ホルモン剤のせいで黒くなるのか、普通
てんなよ。あ、一応ですね、そのじゃあ黒くなったらずっとそのままかって言ったら違くて、ちゃんと一定期間経てば戻るんですよ。ただその病院に行き続けたらずっと黒くなりっぱなしみたいな。だから私はもうそのたびにちゃんと安心できるところに戻すみたいな。今までまあやむを得ない事情で病院変えたりとかした時あったから、まあ、そのたびに黒くなって後悔してたから、だから今回その行き続けてる病院以外は行かないよっていう、それが答えですかね。まあ、今のこのなんちゃらウイルスが、まあ、世間ですっごい今わーってなってるから、まあ、元男の子さんもしくは元女性の方、まあそれに限らずかかりつけの病院に普段行かれているあの持病を持っていられる方とかも、外出できない、まあ、外出したくない怖い雰囲気になってるから、まあ、難しいですね。私もちょっとタイミング見て、この時間帯だったらもしかしたら心の方少ないかなっていうタイミングでさっと行けたらいいかなと思います。やっぱ自分を守るためにも、はい、そんな感じです。皆さん今大変な時期だと思いますが、お家になるべくいましょう。不要不急であればです。今回の動画が少しでも良かったよって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、ノートやってますので、そちらも画面の下からぜひ確認お願いします。また次の動画でお会いしましょう。視聴者の皆さん、ごめんなさい。このカメラちょっとおかしかった。なんでかっていうと、本編撮影し終わった後確認したら、なんかこの辺変なボケってかモヤモヤなってません？そう、今回の動画は新しいカメラにしてからの1本目なんですけども、背景ぼかす機能を使って撮影したんですよ。そしたら、ね、この辺おかしいんですよね。これオフにしたらどうなるのこれ。はい、オフ。あー、なるほどね。どっちがいいかな。いや、私ね、嫌なのが、あのモヤモヤなるよりも、もしかしたらお前動画撮影で顔に加工してんじゃねえのみたいな感じで思われると、ちょっとそれは嫌だなと思ったんで、ちゃんと説明しておこうかなと思いました。ただボケ入れるとあれなんだよね、ちょっと高級感増すんですよね。これ背景ボケレベル5にしてるんですよ。これしたらこの辺モヤモヤなっちゃうの。じゃあいくよ。背景ボケレベル1。はい、1どうでしょう。あー、ダメなんだこれ、ボケてんな、なんか変だなこの辺。え、これめっちゃ微妙。そう、ほらこんな感じなの。ほらららららら、この辺、もうこの辺どうしたらいい。そう、これ見るとね、ほらほら、この辺がね、失敗してるってわかるでしょ。黄色に反応しちゃうのかな、もしかして。お、あ、わかったわかった、これ黄色に反応すんだな。ほら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 、で、ほら、こういくと、あー、なるほどね、黄色置いたらダメなんだ。じゃあこれ黄色排除しなきゃいけないね。あとこれ強くしてもいいんでしょう。ほら、どれがいいですか皆さん。なし、ほら今なしにしました。皆さんからのコメントお待ちしております。あ、もちろん本編の方もコメントしてくれると嬉しいけども、こっちのコメントでも全然嬉しいです。むしろコメントしていただかなくても見ていただけるだけで最高。ということで、今度こそバイバイ。